はい、ヤギ座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月後半のタロットリーディングをさせていただきます。先日ね、3ヶ月分というか、10月までのテーマを動画上げさせていただいたので、そちらまだご覧になってない方はそちらご覧になってからこの動画またご覧ください。お願いします。はい、大きな流れがわかるとね、今の自分の立ち位置って分かりますので、ね、それがですね、今8月中は実はサマーセールをやっていまして、もしタロットを勉強してみたいとか、占星術を勉強してみたいという方いらっしゃいましたら、テキストも動画もすべて 20% オフになっていますので、概要欄からリンクご覧ください。お願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップナイト、カップページ、女教皇の逆とカップエースですね。そしてカップ、ソード3の逆と、ソードエースの逆、そしてソードの8逆ですね。気をつけることは大切が、カップの6と節制の逆、そしてオラクルは、じゃん、ストレングスです。おめでとうございます。はい、ちょっと行きましょうか。前回の10月までの流れでね、すごく家のこととか自分の無意識っていうものがテーマになってますよって言ったんですけども、やはり8月の後半は、特に8月23日が一つの切り替えの時かなっていうふうに思います。8月のね、15日以降っていうのは、さらになんだかこう思考が深いところに潜っていくみたいな感じがあって、考え始めるともう沼に入るっていう感じもするので、あんまりね、考えすぎないようにしてくださいね。考えすぎないようにしてって言っても、考えてしまうのはわかります。ただ、意識的にストップするようにしてください。違うことをするとかですね。ありますよね、こう動画とかもずっと見てると延々見ちゃうけど、途中で「あ、やめよう」って言ってやめないと延々見てしまうみたいな、思考も同じで延々思考してしまうので、違うことをもうやるっていうふうに決めてください。そして8月20日が満月になります。この満月もね、要するにすごくこう何かがピークに達するっていう感じもするので、もし不安な気持ちがある方でしたらわーってなるかもしれないですけども、ちゃんと収まりますのでね。そして8月23日が一つの切り替えかなと思います。なので、もしですけど、満月あたり、20日とか21日あたりに、要するに、やけを起こさないようにだけ気をつけてくださいね。大丈夫だと思いますけど。なんか前も言ったんですけど、ここでもやっぱりまたね、なんか極端な思考に走りやすいっていうのかな。じゃあもういいみたいな感じでこう、走りやすいんですけど、抑えてっていう感じ。その方が、皆さんにとって、落ち着く現実になるよっていうことなんでね。そして23日過ぎると本当にね、気持ちもかなり楽になると思います。かなり方向性が決まるというか、そして9月っていうのがどこか遠いところに行くのかなっていうぐらい、こういろんな可能性が開かれるんですね。なので精神的にすごく楽になる。なので8月末っていうのも23日まではできる限り自分の感情をコントロールしたり、極端に走らないようにして、23日以降っていうのはもっと広い世界を見てみようみたいな、こんな可能性もあるじゃないみたいな形で、こうすごくいろんな情報を聞いたり、実際のことですね、フィクションじゃなくて実際の人の話だったり生き方だったりっていうのを見ながら、非常にそれに深く感銘を受けたり感化されて、自分の思考が開かれていくっていう形になります。でその後すごく穏やかなというかいい感じになりますので、26とかもですね、私ボーナス日って書いたんですけど、26、27あたりもいいですし、28、29、9日ぐらいになると本当に誤解が解けるっていうか、8月29日からですね、逆行していた彗星も元に戻りますので、やっとスッキリみたいな、そんな感じもあるかもしれません。そうですね、カードで見てみても、やっぱり、オラクルが何もさておき、ストレングスというカードが出ているので、どのような状況であったとしても、自分がどのように自分のことを見ていてとしても、自分のことをどのように査定して、自分のことを、私ってこんなんだ、みたいに思ったとしても、もしくは誰かを責めたい気持ちがあったとしても、何があっても結局は守られてるんですよとか、ちゃんとね、自分でその感情をコントロールしてやっていきますよっていうふうに言われています。これは愛の力で
要するに暴走する自分のねエゴをもっと崇高な意識でちゃんとなだめてるよっていうふうにも見れるので、それがうまくいくんだと思います。なので、深く言うとそうやって、あ、こういろいろね感情の揺れはあるかなとは思うけど、でもトータル的に見たら、あ、さすがですみたいな、ヤギ座の皆さんさすがですっていう感じで、あ、ちゃんと自分で抑えてコントロールしていくんだなって思いました。ちゃんとできますよっていうふうに言われています。そしてですね、ちょっとカードで見ると今ナイーブな時だからこそ、こう人からの優しさがしみるというかね、ありがたく感じると思うんですね。で、またはそれを求めすぎるという傾向もあるかもしれません。誰かが私のことをもっと認めてくれたらこうなのにとか、誰かがもうちょっと優しくしてくれたら私はこんなにこんな気持ちにならなくても済むのにとか、そういう感じがあるかもしれないんですけども、今は本当に他者関係なく、ヤギ座の皆さんは自分自身の心に向き合って本当に大事なものだったりとか、自分がずっと抱えてきたものっていうものにこう見つめて手放していくっていうプロセスが起こってますから、ちゃんと自分の中で消化できますよっていうことだと思います。そしてね、今現在は何か楽しいことがあるんですかね、こう何かが生まれようとしているみたいな、ここでやっぱカップのエースがあって、その感情が溢れてきている。だから人って不思議ですよね。こう悲しい時もあればすごく嬉しい時もある、なんか落ち込んでる時もあれば急にやる気に燃える時もあるっていう形もあって、すごくその自分の心がホカホカして頑張ろうって思える日もたくさんあるよねっていうメッセージだと思いました。で、実際にその感覚の中にいるとものすごくクリエイティブなものがいろいろ思い浮かぶようで、 あれもいいかもな、あ、これもいいかもなみたいな形ですごくね、想像力豊かにこうイメージが広がっていきますね。これとてもいいですよね。そしてやはりその後なんですけど、8月、特に23日までの話だと思いますけど、情報あるんですよね。本当に人の気持ちってもう1日の中でも上がったり下がったりするのが普通なので、こうすごく嬉しい気持ちになったり、そうじゃない気持ちになったりするのは当然ですよと。で、その落ち込んでいる時とか気分が優れない時に自分を責めないでねっていう感じですごく言われています。誰も本当は責めてない、誰も責めてないんだけど、自分が自分を責めたくなる。自分の理想の自分と比べて、私ってまだまだこんなだって言いたくなるみたいな感じがあるんですね。で、それを一生懸命鼓舞しようとして、もう一回また何かを勉強しようとか、もう一回何かをやってみようみたいな、すごくここでまた奮起して、こう、頑張ろうとしてるっていう姿が出ています。で、ちょっと奮起してっていう感じなんですけどね。で、切り込んでいこうとか頑張っていこうみたいな、そんな感じがあります。で、それによって何かご自身で自分で自分を縛っていたものから解き放たれますよっていうふうに言われています。なのでちょっと苦しいことがあったとしても、それをきっかけに本当に手放したいものを手放していけるんだなっていう感じです。これもね、この自分で自分を責めるっていうのもそうだし、その自分の縛っていたものを解放するっていうのも全部自分なんですよね。全部自分のマインドの中で行われていること。で、それに対して何かきっかけ欲しいなっていうことで、他者から の申し出とか何か期待はあると思うんですけど、実際の誰か、実在する誰かっていうのじゃなくていいです。日常生活の中で関わる人じゃなくていいです。どっちかというと、例えば動画の中の人が言ってることとかでもいいし、こう、読んだ本の中の主人公が行ってたこととかでもいいし、できたら実在する話がいいので、こう有名な映画を見るとかでもいいですし、何かそういったものからヒントを得て自分を解放していくものがあるんだなと思います。これは星とリンクしてますよね。精神的にもっと一段階上に行くよっていう形で、こうごちゃごちゃしていた思考から、そこから抜けて、もっと高い視点から自分を見て、あ、これでいいんだって思えるみたいな感じなんですね。なので、その高い視点から自分を見るか、そのごちゃごちゃした思考の中で自分を見るかのその違いだけで、そこを一生懸命自分で上がってきてよっていうような感じがあるんです。もう一つ言われているのがですね、なので、その高いところに行けるよっていう意識がね、っていうのと、もう一つ、昔の思い出の中に温かい、感覚があり、それを思い出すことによって本当の自分、あ、そうだった、私そうだったみたいに何か思い出すことがありますよっていうふうに言われています。とっても温かい感じです、これは。なので、例えばですけど、そういった映画を見るだったりとか、実際に起きたフィクションの
話を聞くとか、本を読むとか誰かの話を聞いたりすることによって、ああ私もそういえばそんなことあったなとかっていう形で、深い昔の自分の記憶が呼び起こされて、その記憶から温かくなり、自分を見た時に、ああ大丈夫だみたいな、こうそんなにこうがせかせかしたり、もっと自分を追いやろうと鼓舞したり、自分にプレッシャーをかけなくても大丈夫なんだっていう、最後は愛で終わるみたいな感じがあります。これね、すごくいいです。はい、なので、まあ、これが全体の流れですね。すごい頑張ってるなっていう感じがします。ちょっとね、お仕事のこと見てみますね。はい、仕事とてもいいですね。特にでもこれもやっぱり8月23日以降だと思いますけれども、自分ではもっともっとっていうね、もっとなんか高みに登りたいだったり、もっとなんか自分っていうものを誇り高い存在だと思いたい、仕事を通してっていうのがあるかもしれないんですけど、形ではなく自分がその仕事に、今の仕事に携われている喜びを感じてくださいねっていうふうにすごく言われています。ここでやっぱりカップのエース2枚も出てきてるので、何かね、自分で自分を認められるようなことだったり、嬉しい感覚っていうのが自分から湧いてくる。でそれがおそらく仕事を通して、自分その仕事をしている自分が好きだとかね、ここまで例えば嫌いな仕事であったとしても、ここまで嫌いな仕事をこんなにできるなんてすごいみたいな形で、何か一つ自分を認められる喜びがあるんだなって思います。でさらに運命の輪っていうカードも出ていて、何かチャンスが来ますよと、チャンスの扉が開かれますっていうふうに出ているので、おそらく8月後半に誰かからの期間限定の何か話が来たりとか、もしくは実際にはそういう話はなかったとしても、自分の中でこうやってこうやって、そして何年後かにはこうしようみたいな、そういう自分の人生のこう計画みたいなのが見えて、人ってそういう計画が見ると安心して今を生きれますよね。なので今はこうだけどこうしていけばいいんだっていう、なんかこう道筋が見えることによって非常に安心して今を頑張れるっていう形がありそうです。なのでこれはその現実的なチャンスとして来る方もいらっしゃると思いますし、または現実はそうほど変わってないけど、自分の意識の中で道筋が見えるっていうところで、すごく開かれた意識になるっていうこともあるかもしれません。こうやっていけばいけるみたいなね、そんな感じかもしれません。はい、ちょっと人間関係見てみますね。カップの7とペンタクルスのエースと、ソードの4ということで、人間関係に関しては本当にさまざまな、感情が湧いてくるようで、これは仕方がないですよね。そういう感情が湧いてくるのはね、もしですけれども、誰かとの関係性というのを今思い浮かべているとしたら、その人とはこれからこうなっていくんだろうか、あんなこともできるかもしれない、そしてこれもいいかもしれないみたいな、いろんな可能性っていうのが他者を通して出てくる。でそれが本当かどうかわからないけれども、確実なものにしたくて、何かこう形あるものを一緒に作っていこうとか、何か絶対にこれは壊れない信頼があるとか、何かそういうのを作っていきたいって思うようなんですね。だけど人との関係性とか、特に感情というものはもう常に刻一刻と変わっていくものなので、そこにあまりとらわれないようにしてください。というのは今メッセージとして来ているのは、自分の頭で思い描いたストーリーの通りに物事が展開していくわけじゃないんだと。そして自分でどんな想像をしていようと関係なく、今のヤギ座さんにはそういった人を通しての豊かさの道っていうのがもう開かれているんだから、ただ進んでいけばいいだけなんですみたいな感じで言われてます。その何もすごいそこに確固たる保証だったりとか、精神的な満足感だったりとか、何かっていうのを一生懸命掴んで安心して進んでいきたいと思うかもしれないけれども、そうしなくてももうすでに道はあるんですよみたいな、ね、のが出てるので、それで言ってください。じゃないと感情に揺さぶられると、これはいいとか悪いとかっていう、こう
勝手なジャッジで相手を見てしまったりするので、そして何かね、本当にここで言われてるのは、本当に自分にとって有益な関係性を見つけたら、その他の自分が無理して付き合ってきた人との関係性っていうのは別になくしていいんですよみたいな感じもあります。一つもうちょっと置いといていいんですよみたいな、全てをうまくやろうとか全ての人に好かれようっていうするふうにする必要はないと。まあトータル的に言われているのが、やっぱりその昔のね、自分のなんか温かい感じっていうのを思い出してほしいって言われてるんですね。特にこれは小さい頃かなって思います。なのでその頃の自分はこうだったなみたいなね、それを思い出して温かくなった時に、その感覚で付き合える人でだけでいいんですよっていう感じがしました。うん、これはね、恋愛も同じように考えてください。恋愛も同じように考えてくださいね。なんていうか、すごくその相手のことを自分にとってどれぐらい理想の人かっていうふうに当てはめたりとかせずに、ただただその人のことを感じて、そのままその道を行ってくださいっていう感じなんです。で、途中でちょっと自分が嫌になったりとか戸惑ったりとかするかもしれないですけども、それも全部自分の頭の中で繰り広げているストーリーかもしれないので、必要な時は立ち止まりながら、でも自分が感じるままに一歩ずつ進んでいけばいいんですよっていうメッセージだと思いました。はい、ということでここまでにしとこうかな。最後にもう一枚だけオラクルカードを引かせてください。ヤギ座の皆さんね、はい、じゃん、お、このカードが出ました。このカードを見てね、何か感じることがあれば、ご自身の直感を使ってメッセージを受け取ってみてくださいね。カレッジということで、まさに何か勇気が与えられているというか、何か私の中ではこれとこれがちょっと似てるような感じがするんですよね。この今の人間関係のところで出てきたものなんですけども、すでにもうその権利を与えられているみたいな感じなんですよ。もうすでに道があるじゃないですか、そこを行けば行きましょうみたいな、大丈夫ですよっていう感じがあり、そこをじゃあ進むか進まないかっていうのは自分の勇気次第なんだと。でまだこう目先は暗いかもしれないし、そんなに明るくないかもしれないから、ちょっと怖いなって思うかもしれないけど、自分で自分に喜びを与えてあげる勇気だったりとか、これでいいんだって思える勇気を持つことによって、その道を進んでいけますよっていうような感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたよっていう、よかったですという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回8月末ぐらいにお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。